マリベル・ヤークサ・ビンソン・オーエンは、アメリカ・マサチューセッツ州ウィンチェスター出身の女性フィギュアスケート選手で後にコーチ。1932年、レイク・プラシット・オリンピック女子シングルドメダリスト。ペアでのパートナーは、ジョージ・ヒルなど。1928年、サンモリッツ・オリンピックの女子シングルに出場し4位。同年の世界フィギュアスケート選手権では2位となる。 1932年レイクプラシットオリンピックの女子シングルで銅メダルを獲得した。1936年ガルミッシュ・パルテン・キルヒエンオリンピックには女子シングルとペアで出場。女子シングルでは5位となり、ジョージ・ヒルと組んだペアでも5位となる。翌シーズンをもって現役を引退した。引退後はコーチとなり、テンリー・オルブライトやフランク・キャロルらを指導した。 コーチの傍ら、私生活では1938年にカナダのフィギュアスケーターだったガイオーウェンと結婚。1952年に夫に先立たれるものの、マリベル、ローレンスの事情を設け、それぞれフィギュアスケーターとして育て上げた。1961年2月15日、チェコスロバキアで開かれる予定であった、世界フィギュアスケート選手権のアメリカ代表チームコーチとして向かう途中。 ブリュッセル上空で登場した飛行機が墜落し死亡した。この機にはペア代表となったマリベル女子シングル代表となったローレンスも登場し、さらにはアメリカ代表チームに選ばれたエリスグリの選手やコーチ陣が犠牲となっている。このためチェコスロバキアのプラハで開催予定だった1961年の世界フィギュア選手権は中止となった。 2002年世界フィギュアスケート殿堂入り、ありがとうございます。